そして3人目はこの方です。石岡遼太選手です。インタビュー台に上がって今見える景色はいかがですか？初めての経験なんで、すごい緊張してるんですけども、移籍後初スタメンで結果が出たので良かったです。めっちゃ気持ちいいです。先発起用されました。一番でした。どんな思いで試合に臨んだんですか？いや、本当にいつもやってるような感じで行こうと思ってたんですけども、やっぱり試合に出るとすごい緊張してしまったので、そこはちょっと悔しいんですけども、まあ、その中で3打席目ヒット出たので良かったです。できました。また応援してお疲れです。オリックスというチームはどんなチームですか？いや、みんなすごい気さくで、すごい積極的に話しかけてくれて、すごいチームに馴染みやすいです。では皆様に自己紹介を兼ねて、どんなプレーを見てもらいたいのか、自身の持ち味を含めてアピールをお願いします。はじめまして、石岡です。ニックネームはエヴァです。常に全力プレーをしていきますので、応援の方よろしくお願いします。それでは、今日のヒーロー選手と一緒にタオルを掲げて、今日の勝利の喜びを全員で分かち合いましょう。タオルをご準備ください。さあ、今日はこの神戸の満員の皆さんで全員で一緒に行きますよ。それでは勝利の V が一つ増えたことを祝って全員で笑おう。